今回は初めて海外を取り上げます。ピサの斜塔にやってきました。というのはもちろん冗談で、今回動画で取り上げるのは淡路島にある淡路ワールドパークおのころという遊園地。ミニチュアワールドと名付けられた世界の有名な建築物をミニチュアサイズにしたエリアがあります。近年開発が進んで関西を代表する観光スポットになっている淡路島、そんな島にある唯一の遊園地になっています。しかし遊園地はガラガラで閑散としており、アトラクションの待ち時間0分は当たり前で、人がいないのに BGM だけが流れているような状況になっています。今回はそんな淡路ワールドパークおのころに行ってきた感想と、過去から現在、今後までを紹介させていただきます。大松のどこでも探検隊では、今後も皆さんに楽しんでいただける動画をたくさん作成しますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、私は淡路島へやってきました。さて、今回動画で取り上げる淡路ワールドパークおのころの場所はここ、兵庫県淡路市の南東の埋め立て地にあります。明石海峡大橋からは車でだいたい30分くらいで到着します。おのころといえば、関西圏に住む方はこの CM を見たことがあるという方は多くいるのではないでしょうか。淡路島のここらへん、淡路島のここらへん、淡路島のここらへん、淡路島のここらへんに世界の建物大集合、淡路ワールドパークおのころ。どれ見て遊ぼう。淡路島のここらへんというフレーズが印象的です。子供の頃、この CM がよく流れていた記憶があります。以前に空きテナントだらけの商業施設イオン淡路店とカリオン広場を取り上げましたが、そのすぐ近くです。淡路島は2010年代後半からパソナという会社がリゾートアイランドとして積極的に開発を行っており、新たな施設がたくさんオープンしています。おのころはもっと前、1985年開園なので、だいぶ前から存在していることになります。こちらが遊園地のエントランス。このエントランスは地中海を意識した建物だそうです。そしてエントランス棟の前で出迎えてくれるのがオノリンとコロリンというキャラクター。褒めてるのかけなしてるのかわからない言い方になりますが、私は USJ やディズニーよりこういう B級遊園地の方が好きなので、だいぶワクワクしています。入園料は大人1人1600円。アトラクションに乗る場合は別途乗り物券を購入するか、3000円の乗り物フリーパスの購入が必要になります。個人的にはフリーパスを買わなくても割と楽しめるので、必要ないかなと思います。さて、チケットを買ったので中に入ってみます。これよこれ、この B 級感がたまらんのです。わけわからん BGM に統一感のないごちゃごちゃ具合、これこそ至高なのです。さて、まず目につくのがこの像、イザナキの御事とイザナミの御事なのですが、日本の国生み神話でこの神が最初に作った島、おのころ島が淡路のどこかにあるとされています。そこから遊園地の名前になっているようです。その裏にはどっから拾ってきたんだみたいなオブジェが盛りだくさん。恐竜が鳴いています。さて、この遊園地は日取りの3分の1くらいのエリアがアトラクションエリアになっており、他は見て楽しむことがメインのエリアになっています。とりあえず遊園地エリアを紹介していきます。アスファルトに無造作にアトラクションが置かれた殺風景な感じになっています。人はほぼいません。ですが訪れたのは平日、
見てわかるように遊具は優しめのものが多く、家族連れをターゲットにしているため、どうしても平日は人が少なくなってしまいます。園内に人が少なすぎて、一回すれ違った人の顔を覚えることができます。すぐに顔見知りになることができるので、友達が増えた気分です。こちらは新越丸という船。淡路島出身の海運王高田や貨幣が乗っていた船を復元したもののようです。動画で見るとあんまり大きさが伝わりにくいですが、実物はかなりでかいです。次に紹介するのは、園内中央部に位置する童話の森。おとぎ話を紹介するオブジェが置かれています。私は今まで5回以上この遊園地に訪れているのですが、一番記憶に残っているのがこのエリア。大人になって久々に訪れた時、幼少期に親に連れて行ってもらった思い出が蘇ったのがこの童話の森です。童話の森の奥がミニチュアワールドになっています。世界の有名な建築物をミニチュアサイズにしたエリアなのですが、なかなか見応えがあります。こちらはピサの斜塔、冒頭一発目で紹介したところです。まあ私が可愛いので身長低いということもありますが、まあまあの高さがあります。次にタージマハルのミニチュア。観覧車とミニチュアサイズの有名建築物を一緒に撮ると、より違和感があって面白いです。万里の長城も再現されています。なかなかのクオリティに感動します。そして滝の広場と名付けられた人工の滝もあります。結構当初はお金をかけられて作ったんだろうなというのがひしひしと伝わってきます。開業は1985年で、バブル前ではありますが、日本に勢いのある時代に開園していますしね。さて、簡単に園内の様子をお伝えしました。遊具はどれも待ち時間0分、来園者より従業員の方が多いんじゃないかというくらいです。営業してるだけで赤字状態だと思います。ひとまず淡路ワールドパークおのころが今に至るまでを紹介していきます。1985年、徳島と淡路島を結ぶ大鳴門橋の開通を記念して、国生みの祭典淡路アイランド博覧会が行われました。その会場の一部に世界との交流をテーマとするおのころアイランドが開業しました。その後1998年4月に本州と淡路島を結ぶ明石海峡大橋が開通します。兵庫県は開通記念事業で5億円超えの予算を計上。1998年にイベントを51件も企画したり、かなり力を入れていました。その他、阪神淡路大震災で起きた断層を保存する野島断層保存館や、有名な建築家の安藤忠雄がデザインした淡路夢舞台の開業など、一気に開発が進んでいきました。おのころアイランドも黙ってはいません。1997年からリニューアルのために1年間休園し、明石海峡大橋開通直前の1998年3月に観覧車やジェットコースターなどの遊園地要素を加えて全面リニューアルしました。開通後に観光客の急増が予想される淡路島の観光スポットとして整備されたのです。リニューアルに伴い、以前に比べ遊園地要素が増したことから、淡路ワールドパークおのころと名前を変えて開業することになりました。この頃には面積は12ヘクタールで、
東京ドーム 2.5 個分、まあまあな広さの遊園地です。おのころの開業にあたって運営は、兵庫県やおのころがある淡路市綱町、大手企業や金融機関が出資した第三セクター、おのころアイランドが設立されました。開業初年度は70万人、その後も年間60万人の来場者を想定し、当初は淡路ワールドビレッジという宿泊施設も併設されていました。今は営業終了して太陽光パネルが張り巡らされています。しかし明石海峡大橋効果ってすごかったんですね。そりゃ本州と淡路島が結ばれるわけですし、開通当時は世界最大の吊り橋でしたから、注目されるのも県が力を入れるのも当たり前なんでしょうけども、開通した時私は2歳でしたから記憶がありません。ミルクを飲むことに精一杯です。全国から注目された淡路島は予想を上回る大盛況。この頃も例外ではなく、初年度の年間来場者数の想定を70万人から85万人に上方修正するくらいの賑わいを見せました。しかしそんな好調は長く続きませんでした。すぐに淡路島への観光客は落ち込んでいきます。明石海峡大橋を渡っても注目を集めるような施設が少なかったことでリピーターがつかなかったこと、日本経済自体の落ち込み、さらには2001年に大阪に USJ が開業し根こそぎ客を取られてしまったのです。そんな中でおのころは赤字経営が続き、第三セクターでの運営を諦めて民間に委ねることにします。名乗りを上げたのは愛媛県のファームという会社でした。県はおのころの土地、建物を民間に5年の期間を決めて無償で貸し出すことにしました。2008年から2012年までの5年間、運営が行われましたが、建て直しに成功することはできず、ファーム時代末期の2012年時点での来園者数は、初年度の来園者数の3分の1にも満たない25万人にまで落ち込んでいました。ということで5年の契約が終わることで、今度は無償ではなく有償で貸し出しを行うことに県が表明します。無償ではなく有償ということで交渉が難航するかに思われましたが、割とすんなり。コンペで津田淡路土建グループが選ばれて、新たな運営会社株式会社おのころが設立されました。期間は2027年10月までの15年契約となっているようです。兵庫県としては賃料収入も得ることができますし、有償で借りてくれるところがあってよかったですね。2012年は年間来園者数25万人にまで落ち込んでしまったおのころ、近年淡路島へ訪れる観光客が増加していることもあって30万人ほどまで回復しています。しかし想定していた来園者数の60万人の半数にとどまっているのが現実。そのような状況になっている原因の一つが立地です。お世辞にもいい場所とは言えず、近年盛んに開発が行われているエリアからも離れています。パソナは淡路市の北側の西海岸を積極的に開発しているので、南側かつ東海岸のおのころは真逆の位置。明石海峡大橋からも30分ほどかかりますし、四国から大鳴門橋を渡っても50分ほどかかりますし、しかも他の観光スポットからも少し離れているため、島の外から観光で訪れるには候補に入りにくい場所になっています。周りに観光スポットがないのは、バブル期にこの周辺一帯の埋め立て地がリゾート地に開発される予定だったものの頓挫してしまった影響もありそうです。今はおのころ初期のジェットコースターなどの絶叫系アトラクションは全くなく、ターゲットを家族連れに絞っているように感じます。
淡路島はパソナの開発もあっておしゃれな施設がたくさんできていますが、この頃はお世辞にもおしゃれではないですし、おしゃれに改装しようとすると費用がかかるので、まあいいと思います。眺めはよく大阪湾が一望できる場所もあります。その近くにはヘリコプター遊覧飛行の受付跡が、ヘリポートもありますし、以前は遊覧飛行もできたんですね。ところで遊園地に行ったくせに歩いているだけで一つもアトラクションに乗ってないんかいと思った方、安心してください。一つだけ乗りました、というか入りました。この日は暑すぎて歩いているだけで滝汗だったんですが、雪女のアトラクションでマイナス20度の世界を体感してきました。一瞬で汗が引いて良きでした。なんか最後に雪女の赤ちゃん、ゆきんこを抱っこできます。抱いてくれてありがとう。お礼まで言ってもらいます。あなたに快適を授けます。ありがとうございます。結構重かったのですが、怪力まで授けてくれました。開園から40年経つ淡路ワールドパーク、おのころ定期的にリニューアルが行われており、古びた感じはしませんが、今の会社との契約が切れる2027年10月以降はどうなるのか気になります。ぜひ延長してほしいなと感じました。淡路島唯一の遊園地なので県が残してくれると信じていますが、閉園してしまったらもう遅いので、行きたいと思った時に行っておきたいものです。改めて今回の動画では淡路ワールドパークおのころを紹介しました。総じて楽しかったです。今回は乗りませんでしたが、ワールドクルーズというアトラクションが個人的におすすめです。水に浮かぶゴンドラに乗って優雅な世界旅行ができます。今後も年に1回くらいは行きたいなと思う遊園地でした。というわけで以上です。この動画がいいと思った方はぜひチャンネル登録や高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。